の最後まで攻め込んだ試合でもあったと思うんですけれども、この90分監督どうご覧になりますか？いや本当にあの選手は過密な日程の中でもね、本当に弱音も吐かず、そういうことをこれっぽっちも出さず本当にいい準備してくれましたし、その準備をしっかりとゲームの中でももちろんいろんな違う場面も当然あるんですけども、いい対応してくれましたし、まあ残念ながら相手の方が我々より点を多く取ったというところで、まあね、採点競技ではないのでやはり相手より点を取らなくてはいけないなというところで、まあそこはもっともっとチャンスもあった中で、同点に追いつく場面もあった中で、やはりそこをしっかり掴み取れなかったというところは、まだまだ本当にこれまでの我々と同じ課題でもあるので、やっぱそこはしっかりと改善できるようにまた準備していきたいなというふうに思ってます。今日は交代がまあわずか2枚だったというところあるんですけども、なんかチームの苦しい事情というのもあるんでしょうか？いやいや、もうそこはただもちろんポジションが全く違うようなところでというところも頭にありながらも、まあ、ただ僕はピッチの中で選手を見て彼らの動きを見て、このまま90分通せると、まあ、その中での交代の2枚でしたけども、本当にそうでない選手もやっぱりしっかり理解してくれて、よくやってくれたというふうに思ってます。またこれ連戦が続いていく中ということになりますが、今後どうつなげていきたいでしょうか？いやいや、もう本当につなげていくというよりも、まずはしっかりとまたリカバリーをして、今我々ができるベストの準備はやっぱりしていくだけだというふうに思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。